菊さんもやりたいことありませんかって僕聞いたんですよ。はい、そしたら、あの、激辛カップ焼きそばって一時流行ったじゃないですか。はい。まあ、特に YouTube とかで、ね。はい。あれを食べてみたいっていうふうにおっしゃってたので、注文しまして、届きました。これですね、なんか、若さも食べたことあるんですよね。いや、これ多分、後悔すると思いますよ。あー、何これ。まあ、でも色自体はちょっと濃いめのソースがいいなもんじゃないかな。うん。え、中田さんこんだけいや、僕も食べたことあるからね。なんかね、なんかちょっと、これビビってます岩川さん、ちなみにこれ、残りたっぷりなんですけど、これがいや、だから食べたいよ。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。はい、あのこの前マーさんがやりたいことやろうって言って公園に行って、公園に行きました。はい、ね、あのフリスビーやったり、フリビーやったり、怪獣ごっこしたり、怪獣出るんです。ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、ポーチ入れ替わったんですよ。循環が早いですね。ビシャーってやって、まあ、次の来ますから。水槽に浮かんでる違うマーサーが今来てるんですね。私にでも変わります、いますよって言ってね。あの、公園で、ああ、すいません。ちょっと引き継ぎが曖昧ですね。すいません、本当に。笑えばいいですよ。こんな時どういう顔してるかわかりませんよ。まあ、確かに、菊様ね、おめばかってよく言ってますし、ね。私髪染めてきたよ、ピンクと後ろブルーに。ああ、今違うよ。ダメだよ、そんなこと言っちゃった。おー、聞くねえ。キザルが光の速さだ。ああ、聞くわ、本当に。海軍でもこれはちょっと体験したことないんじゃない。まあまあ、っていうのをやりましたよね。まあ、マーさんがやりたいことをやりまして、で、菊さんもやりたいことありませんかって僕聞いたんですよ。そしたら、あの、激辛カップ焼きそばって一時流行ったじゃないですか。はい、まあ、特に YouTube とかで、はい。あれを食べてみたいっていうふうにおっしゃってたので。言っちゃったんだ。うんこまで食べたから。一応、楽天で注文しまして、届きました。これですね、なんか、若さも食べたことあるんですよね。いや、これ多分、後悔すると思いますよ。もう、3年前、4年前ぐらいの YouTube で流行ったやつを、はい、今、YouTube で。辛さと再生数が割り合わないと思いますよ、ね、本当に。これ、あれですからね。あの、2020年ぐらいに撮ったやつ今出してるわけじゃないですからね。ちょっと2024年に。つうか、これ、まだ、販売されてるの？まあ、僕は賞味期限2025です。はい、一応、もうコンビニとかでも、とかスーパーでも昔ありましたけど、はい、今はもうネットじゃないと買えないかもしれないね。辛くてね、そう。だから、うん。いや、辛くて。一時期ね、もう余りすぎてスーパーとかに置いてありましたけど、うん、あれ知らないでおばあちゃんとか買って苦情とか来たんじゃないですかね。あ、安いし買っちゃえみたいな。まあ、全然ありえますよね。相当辛かった記憶ありますよ。泣けるほど辛みが強い。小さなお子様は、ご注意くださいって書いてあるんですよね。いや、もう、お子様とかのレベル、もうなんか、ただの大学生の悪ふざけで作ったみたいな辛さですよね。なんか、うまいとか味を好きがないですよね。もう、痛かったですよね。はいはい、はい。多分、キサはこれを食べてみたいということなんで。はい。キクさんは、辛いもの自体はもともと好きではあるんですか？好きです。ああ、なるほどね。はい、ただ、ほら、カレー一番あそこで一番辛いのちょっと食べたことあんなってくるしかない。カレー一番、うん、ここ一番のことです。あ、僕すごいなんかあのまた土浦とかのお店のことかなと思って。
好きなワーストもあるでしょ。はいはいはい。確か初めて会った時なんか家の近くにココイチありました。そうだ、食べ行ったわ。ありますあります。あそこのカレー初対面でおばあちゃんが遠慮なくカツも乗せてとかなんかカツがつけたからびっくりしたのは思い出に残ってます。いや初対面だから僕らお金出しますよって言ったらじゃあカツも乗せてそれはお腹いっぱいになりすぎてプルッてなり方が許容量超えるでもあったおごりだからいっぱい食べなきゃみたいな。何だろう、人生で出会ったババアで一番ずうずうしいな。これ以上は食べたことないなと思って違う話ずっとココイチで 5からまで食べたことあるんですか。あれ以上はもう食べたことない。ココイチは10まであんでしたっけ。はい、多分僕10くらい食べたことありますけど、うん、これの日じゃないですよ。あ、どっちの方が辛いですか。いやもうこれです。あ、もうこっちの方がやっぱすごいんだ。はい、まあ、じゃあちょっとねせっかくまあでもキクさんがやりたいことってそういえば最近やってなかったんで、はい、やっていただきましょうか。じゃあ、はい、もう本当辛いの食べるぐらいしかわかんないもん。そうですね。どういうことそれ。なんかキクさんがおバカさんみたいな。人を小バカにしてますよ今確実に。なんか繊細さのかけらもないみたいな。なんか何かを口に入れるしか楽しみねえ。ピンって。ピンポンってことですか、それは。まーさんはすごい辛いの苦手なイメージあるんですけど。僕は多分、できません。僕ははい。僕は一回これ食べました。食べたってか、これ食べたことないでしょ。あ、これはないか。これ近いものを食べました。全然もう、ピリピリしちゃって食えません、全然。確か。全然もはい。うまかっちゃんだっけ、うん、あれの高菜味みたいなのがあるんですよ。高菜が入ってるバージョン、はいはい、あれでうわー辛いダメだこれなんだこの米野郎ってめっちゃ怒ってましたもんね、はい、高菜って、ね、いわゆるあれですよ、あの漬物というかね九州の高菜ラーメンとか、まあ、多少辛くはなりますけど、うんうんうん、あれで辛いってもう3歳児とかぐらいでしょ。本当にあれで辛いって言ってたらこれ多分やばいと思います、うん、どうしますまずは、まあ、無理はしなくていいですけどせっかくだから、うん一口ぐらい食べてみます、まあ、そうですね。もう、はい。勉強で、はい。ただね、これ、いいことあって、うんうん、ちょっと我慢して食ったら、今後人生で出会う辛いものが平気になりますよ。そうですか。以前、その、多分 YouTube にも残ってますけど、これなんか昔、これがめっちゃ流行ってる時に、何種類もあったんですよね。はい。これは、ごく激辛ってやつだけど、なんだっけな。あと、2種類ぐらい辛いのがあるんですよ。これ真ん中ぐらいだっけ？もう。あ、これが一番辛いやつ。これ一番辛いか。その下に2個ぐらいあるんだよね。はい、まあ、それも十分辛いんだけど、はい、でもこれを味わってから、真ん中の辛いやつ食べるともう辛くないみたいな。はい、舌がなんか、やっぱ人間ですごいもん、なんか慣れちゃうみたいです。ちなみにその真ん中の辛いやつも僕、辛くて食えなかったんですよ。だからこれ食べた後多分高菜ラーメンなんで余裕だと思うんですよ。あ、そうですか。あ、本当に。あ、それもちょっと用意する。試してみてもよかったですね。ああ、しまったなぁ。もう今ネットで検索してるのがこれしか出てこなかったんですよ。昔みたいにね。何種類もなくて。ああ、じゃあ家の中にある辛いもので、マーさんが食べれないものってあるかな。例えばキムチとかね。あ、キムチもそうです。苦手？苦手。キムチも、ね。これ食べたってキムチ食べてみるじゃん。うん、あるか。キムチあります、うん、あ、キムチあったよな。キラクサロースがあるよ。持ってきない。味が買ったの。はい。あ、じゃあ、キムチもある。ご飯進むってのうん。ご飯進む、うん、ご飯を進んじゃうやつ。ご飯が進むの、進むくんのキムチかな、うん、これ美味しいですよ。ご飯を進んじゃった。まあこれ、でもまあ辛くは感じますよね。辛くは辛いです、はい。これを辛く感じなくなったんですよ。まあ、あの、前ヨガさん行った時は。はい。だからまあ、それ、本当にまたそうなるか一回やってみましょうか。はい。じゃあもうお湯も沸いたみたいな。はい。まあこれ普通に、いわゆるペヤングの作り方でいけるんで、はい。やってみましょう。あとは普段そのカップラーメンよく食べてるイメージあるんですけど。あ、僕はもうカップラーメン、うん、焼きそばも食べますか。いや、焼きそば、あ、食べます、焼きそばも。あのね、大盛りか焼きそばって食べたことあるもん、あちょっと待って。あー、ありますね、懐かしいな。大盛り、え、何大盛り。結構でかいやつですよね。なんか大学生とか食べるやつ。それおばあちゃんが食うもんでね。本当に普段食べてるのは大学生ですよ、ね。一人暮らししたての。19歳ぐらい食べるもん。いやな、この前、おばあちゃんが、サミットでカゴの中にごつ盛り取って、ちょっと悲しい気分になってます。まあ、ごつ盛りとか食べるよね。ごつ盛り。
学生の時ね。あるある言ってた。あるある。今もあるあるなんだ。あれ誰も美味しいと思って食べてないよ。そんなことないわ。確かにエースコック系だよね。焼きそういう、だから菊さんたちは焼きそば、あ、カップ麺とか、うん、菓子パンとか、うん、あとマヨネーズいっぱいかけたサラダとか、うん、学生感ありますよね。いや、今はドレッシングだよ。マヨネーズあんまり食べてないよ。もう卒業しちゃったんですか？いや、卒業してない。たまに食べてもご飯にかけてちょっと食べれるけど。あんまり。あ、ご飯にマヨネーズかけて食べるんですね。やっぱ学生だ。はい、まあこれは普通に、焼きそば。いつものペヤングですね、ここまでは、うん、懐かしい、こういうのこれが怖いですよ。ここに噂の激辛を。あー、なにこれ。まあでも色自体はちょっと濃いめのソースがいいなもんじゃないかな、うん、これ蜜が、うん、なんかちょっと赤いか、やっぱ、うん、ちょっとゴミ袋とかないかな。ゴミ袋。はい、まあ普通に混ぜていきますと。わあ、美味しそう。美味しそうですか？はい、まあでもね、今のところ見た目は普通のペヤング。あ、本当にペヤング。ね、うん、ペヤング。ソース焼きそば。懐かしいな。あ、ちょっと匂ってきたな。来ました。岩瀬結構鼻炎気味だっけ？はい。ちょっと、あ、僕もうちょっと鼻に辛さ来た。あ、刺激が。あ、もう来ました。鼻に刺激来た。あの、これ僕たちはどんぐらい食うんですか？まあ、一口ぐらいでいいんじゃない？はい。うん、とりあえず。だからもう。僕たちはもう。その、まあ、箸一つまみで。全然来ないよな。あ、まあ、さん何も感じない？全然感じません。はい、ちょっとまあ、さんこんぐらい。まあ、さん多くないこんなんいけるまあ、さん。ほら、鼻に来てるよ。いや、まあ、さんこんなんいけないっしょ。え、中川さんこんだけ？いや、僕も食べたことあるからね。なんかね、なんかちょっと、これ、これビビってますちょっと、チキンなのですよ。え、ヨガさん、ちなみにこれ、残りたっぷりなんですか？これか？いや、だから食べたいんですよ。あとね、何でもいっぱい人の取ってもらい食べたからじゃん。はい、じゃあ、全員手に持ちましょう。あ、じゃあ、はいはい、じゃあ、キさん持ってください。はい。じゃあ、せーので一口目みんな行きましょうかね。はい、はい、はい。じゃあ、いただきまーす。はい、いただきまーす。せーの。あ、でも、あはは、あ、やばいやばい。あ、やばいやばい。あ、ダメだ、ダメだ。あああ、やられる、これ。これ、あ、やばい、しゃっくりが出てくる、なんか。水飲んでもやばいんだよな。あ、そうか。ああ、やっぱ。あ、まーさん、あの量全部食ったの？めっちゃ。どうですか、食べてみたかったやつ。あげ痛い。痛いですね、本当に。あげが、え、あげが痛いって。まだキムチ食ってみて。もう全然辛くないよ。全然辛くない。食べてみようかな。うん、でもね、辛い。甘いんだけど、むしろ。うわ、キムチの甘みしか感じない。あ、でももう下のピリピリが取れないわ。痛い。あ、これ食ってこれがマイルドになる感じしますね、むしろ。まあね、意地悪しているようですけど、自分で食べたいって言ったんだから全部食べてください。無理です。
あれ嫌だ、これ嫌だ、あっちも嫌だ、でも辛いのは食べれるって言いましたよね。あ、痛い。じゃあちょっとマヨネーズかけてみますか、あなたの大好きな。なるほど、うん、そしたら食えるんじゃないですか。あれ飲んだ瞬間が楽になるな。マヨネーズかけたら、はい、食べり。すげえな、一口食っただけでめっちゃさ涙が出てきちゃった。はい、それ食べきるまで家から出しませんよ。あなた楽しそうですね。やばいね、もう食べれないわ。あ、また食べたんだ、あの量。ね、すごいね。鼻水とかもすっげー出る、うん、ほら、箸が進んでませんよ。あ、じゃないですよ。無理だ。でもそれがいいって言ったんでしょ、あなたが選んだ地獄ですよね。地獄。もういい、甘い。もういいって、それ食べないと晩ご飯抜きですよ。言われた、無理。いや、ダメですよ。厳しい。残しちゃダメですよ。うん、だよ。あと3つあるんで。3つある。ちなみに、まあ、ついでになんですけど、はい、視聴者の方から、なんかあの、ポップコーンと、はい、なんかねるねるねるの、懐かしいですね、はい。これ送られてきたんで、今、これ辛くないんで、これ、お聞き直しにやってみます。あ、いや、はい。まさん、これ、知ってますか、これ。あの、はい。めっちゃテンション下がってるじゃないですか。これは、どういうやつですか、これは。これ、どういう頼むのか知ってます？わからない。ポップコーン知らない？あ、いや、ポップコーンは知ってますよ。あの、なんか、トウモロコシのやつですね。はい。はい。あ、それ知ってるんですか？わかってます、もう。あの、よく売ってます、もう。あの、出店で。あー、出店、まあ、そうか。はい、まあ、あるか。出店であったんです、もう。じゃあ、ちょっとこれ、フライパンにかけるだけだと思うんで。はい。まあ、やってみましょうか。やってみましょう。油はいいんですか？油いらない。はい、いらないです。はいはい。油いいんですか？はい。で、火つけてみましょうか。はい、あ、弱火ですよ、まさ。はい。すぐ強火合いますね。まだ辛いですけども。辛いですね。なるほど。ほら、早く食べてください。無理。もうポップコーンに移ってますよ。ねえ、あなたが食べるって言ったんでしょ。無理です。 あ、結構できてますよ、母さん。うーん、よくやり作りですか。あ、やったことない、ないんだ。全然ないですよ。めっちゃ知ったかもりだったんだ。お、どんどん弾けてますよ。あれ、中で弾けたの。これ開始で何年かのですか。あ、大丈夫です。で、小学生とかでやったりするんですか。なんだよ、こんなの俺。こういうことやってません。まあ、マーさんはやってないから。はい、懐かしいな。じゃあもうこれで、これ、ここ開けた。完成ですか。熱くないですかね。これで、これ熱くないです。いるかな。こういうのって蒸気めっちゃ熱いですよ、ね、めっちゃ熱いよ絶対。あ、危ない危ない。おい、ジジイ。劇的ですね。
あ、ちょっと焦げちゃったかな。うん。じゃあ、もう、こんなもんでいいですか。あ、これがポップでしょ。はい。あ、美味しそう。はい。できました。はい。じゃあ、ポップコーン食べてみましょう。はい。まず食べてください。はい。まあ、岩川さんも。いただきますね。すいません。はい、いいですか。あ、おいしい。ちょっと焦げ臭いよ、ね。あ、ちょっと焦げ臭いね。うん。ちょっと俺ね、長すぎたか。うん。もういい、これいらない。はい。食べる前ダメですよ。いらない。待って、食って。してみろ。あ、俺はもういいや、もう、ばあ。中国製でやったから。まあよ。一番のこの後、四角いカップ一杯の水を入れてよく混ぜようって。水を入れるんですね、その、はいはい、四角いカップに。まず一番ってやつね。え、一番多いですね。うん。でも、まさもっぱい。いっぱいですね。いっぱいいる。で、これを練っていってください。あ、これがいわゆるあれだ。CM で見たやつだ。はい。練れば練るほど色が変わって。いや、変わってません。まだですね。ちょっとせっかちすぎるかも。まあさ、基本的に。僕の方は、この、カラメルなんちゃらっていうのを、全体にぶっかけるってやってますけど、そっちの方は何ですかね。パウダー。え？テリヤ、テリヤキバーガー。うん、テリヤキバーガーは大丈夫。テリヤキバーガーって書いてある。これだと思います。はい、めちゃシワですよね。はい。ひんやりマスカットって書いてますけど、なんでテリヤキバーガーにった。あ、今食べたんですけど、あれもう本当だ。食った。え、食い切った？食い切った。すごい。いや、岩さん、じゃ見てください。うん。すごいことになってますよ。おい、なんで汁が入ってんだよ。これあれ。これなんすか、これ。見ました。辛くて。あ、辛かったから16茶入れて薄めたんですか。はい、失格です。辛い。辛い。人間失格です。もうこれじゃ無理です。人間失格言いすぎてます。これで食べれば十分でしょ。はい。まあ、よかったそういう風に言ってますけど、どうですか。はい、許しません。うん。無理です。これだけ食べれば十分でしょって言ってますよ。申し訳ない。どうですか、まあ、よかった。じゃあ、もう十分ですよね。はい、ダメですよ。あとで罰ゲームです。うん。罰ゲーム何ですか。はい。尻文字やってもらいます。誰も見たくねえ。そこチャンディのそっ。で、どう書くの、うん、恥ずかしめに合わせる。あれ、どの時代で受けたのかね、あの罰ゲーム。言い出したおじさんしか笑ってないでしょ、ね、これはいつ登場するんだ、バターソースロボット。まだめっちゃ頑張ってますね。うん、もうはい。あ、美味しそう、この匂いが。すごい。あれ僕、作り方わかんなくなってきた。あれ、今さ、これ小学生とかが作るやつですよ。駄菓子なんで。43歳が。あれ、あ、何日までこれ、ブルブルでやればいいんですか。何日まで混ぜればいいんですかって。あ、終わりました。こっちにバターソースの素をやるみたいですね。こっちの反対のコーディー。あ、はい。じゃあこれ笑ってる方ですね。はい。はい。はい。うんうん。こっちの皿に入れるんですね。はい。お母さん、お母さんが本当色カラフルですね。もう、を取って。つけて、つけて、寝れば寝るほど色が変わって、細くていいんですか？多分、はい。色変わってないですよ。色変わってない。思ったのと違った。あれ、うまいって言ってくるのはどうしちゃった？いや、これ何ですか？あ、リンゴなんだ。チョコレートの味すると思ったら、ああ、想像の味と違うからな。はい。
ネルネルネルネの味したからちょっとびっくりしました。じゃあマーさんもいいですか、つけて。はい、いいですかこれ、はい、いただきます。はい、美味しいですか。まずいあれうまいってならないCM のやつと違うじゃん。まあ、マーさんはほら、知らない味に弱いから。ヨーさんやってみてください。これですか？寝れば寝るほど。色が変わって、ほら、美味しそうじゃないですか。ね、うん、子供が喜ぶの。はい。絶対まずい、これ。まずいこれ。わ、懐かしい。あ、なんか、昔食べたことあるような味ですか？はい。のせ出すみたいなの変な。まずい、これ。僕あ、じゃあまずは岩川さんの方食べてみる。はいはい、はい、これちょっとえ、あら、な、あれなの、だってこれあ、これですね。どうですか。あ、こっちの方が美味しい。あ、こっちの方が美味しいですか。うまい。あ、出た、デデデデデ、美味しい。本当にうまいって言った。うまい。あ、じゃあそっち食べます。あ、キクさん。うまい。キクさんが飛びついてきました。それまで興味を示さなかったのに。これダメだ。あ、うまい。な、これうまい。リンゴうまい。あ、うまい。リンゴじゃねえよこれ。焼きリンゴですよ。あ、リンゴ。美味しい。これすげえうまいよ。こんな甘いのこれ。あ、そんな虜になる、うん、お前ほんと美味しい。これだったもん。これ何リンゴ、リンゴですよね。焼きリンゴ。もうそう、ふっとリンゴ。嘘言わない。すごいハマっちゃってるじゃん。はい、すごく、うん、これほんと神様使ってみるぞ、ほんとほんとに美味しい。神様もそんな暇じゃないんでねるねるねるねがうまいですなんて別に俺に言ってくんなよって多分思いますよ。めっちゃハードル忙しい中時間割いたら中上様ねるねるねるがうまいですよ。本当にこんななったんですか。すごく甘いよ。だけどどうでしょう、マーさん、うん、今日辛いのと食べてみて。これは一番最高でもう、うん、あ、ねるねるねが辛いのうまい、うん、なくしちゃう、うん、これ食べたら回復した。はい、回復しました。嘘言わない、ほんとこれ。だから、とどみもあるしね。はい。よかったですね、じゃあ。うん。同じ日に食べれて。はい。だからこれ、うん、ちょっともう、すごい辛かったです、これ。うん。すごい。菊さんも食べてみたいって言ってたやつでしたけど、どうでした？うん。無理です。あ、無理です。ちなみに今、ヨガさん、こういう状態なんですけど。またね、残すプラス下品下品ですね。まあ、もしまた今さ食べちゃっていいっすだけじゃねえ。最後に尻文字やってもらいます。スポチャンネルを。はい、立ってください。嫌です。はず。続きはね、フリパンが。もちんこれです。はいはい。食い残したんで。はい。では、じゃあ。おめえが食べたからね。はい、そこちゃんにのそってどう書くの。あれほら、ほら、ほら、尻文字で、はい、やだよ、恥ずかしい。名前のあれで、たぶん名前でちょっと、それにな。はい、ほんじゃ、そこちゃんにのそこってどう書くの。こう書いて、こう書いて、こう書くの。はい、そこちゃんにのちでどう書くの。こう書いて、こう書いて、こう書くの。そこチャンネルのやってどう書くの。こうやって、こうやって、うん、なんか嫌じゃねえぞそれ。嫌だよ、嫌か。つうか、誰か止めてください。これ何が本質だ。誰が喜ぶのそれ。うんが、こいねが、これ意外にキクさん止まんなくなってるよ。こうやって、はい、チャンネル、はい、終わりで。はい、終わりで。誰か喜んでるんですよ、これ。はい、じゃあ、もう、もう、クリーム、これ。はい。なんで止めないんですか。
味噌版の時もさせられたけど、頭くるほど。え、させられたんですか、味噌版に。味噌版って買うで限って買いやられて。だから、その相手の人にビンプクイーンやった。相当恥ずかしめを受けてるんだ。そんなにいいよ、って言って。いや、これ全然面白くないじゃん、この尻文字。誰が始めるんですか、こんな面白くないゲーム。それも、着物お尻巡って。恥ずかしいこと。そこそこ、そこそこ、そこそこ面白い。いや、とても面白い。そこ、そこ、そこチャンネル。終わりです。ありがとうございます。